縄には県土の約4分の1を占めるほどのアメリカ軍基地が存在し、コロナ前は約4万人の米軍関係者が沖縄に在住していると言われていました。そこで本当に沖縄のスターバックスは英語が喋れる人が多いのかについて検証していきたいと思います。ルール1、スタンダードな英語でオーダーする。これはジェイコブと先に話し合って、 Can I get a なんとか、 Can I get a ベースに近いと英語が喋れる人が多いんじゃないかなという予想なので、ベースから遠い南部、ベースから遠い中部を挟みながら検証していけたらなと思っております。ちなみに驚きの検証結果となりました。1軒目は基地から遠い中部方面に向かいたいと思います。今到着しました。1つ目のスタバ行っていきたいと思います。こんにちは、ようこそスターバックス、ご注文お決まりでしたらお伺いいたします。 Hi, can I get a chai tea latte? Okay, a hot please. Okay, what cup size? Grande for me please. Okay, grande size is hot? Yes. Okay, anything else? That's all, thank you. Thank you so much. いけた。すごい。完璧。Hi. Hi. Yes. Thank you so much. すごい。できました。緊張した。無駄に緊張した。素晴らしい英語力でした。ベースからこんなに離れて、こんなに英語力があったら、多分、もうペラペラなんじゃないかなっていう期待に心が満ち溢れております。チャイティー調子に乗ってチャイティーラテにしたんですけど、あんまり美味しくない。今やってきたところは同じエリアの具志川なんですけど、最近できたばっかりのスタバなんですよ。おはようございます。 Hello. Can I get a latte? Latte? Yes. アイス、アイ、あ、ホット。あ、ホット、please。ホット、アイスタバスラテ。Yes。サイ。グランデ for me, please。グランデサイ。Yes。ケ。That's all。グランデ、ホット、スタバスラテ。ワンドリンク。Yes。Thank you so much。はい。行ったところの女性よりかは慣れてはいないけれども、普通にねコミュニケーションを取ることができました。そして私はもう置くところがない。次行くところが基地のもう窓なりぐらいのところなんですけど、行ったことがあるんですけど、かなり外国人の方多かった気がする。 Hi, can I get a chocolate chunk scone? Can you heat it up? Yes, please, thank you. Okay. And also, can I get aice latte. Ice latte for what size? Grande for me, please. Grande for ice for what latte? Yes. Okay. That's all. Thank you. Please come to the window. Thank you so much. 完璧。すごい。素晴らしい。すごい。Would you like to heat it up? って聞いてくれた。すごい。でもな、ちょっと感動したけど、初めてスコーンを頼んだから、そう聞かれたのかもしれない。マニュアルにあるのかもしれない。かなり余談ですけど、スタバのスコーンは、この世のスコーンの中で一番美味しいと思ってて、特にチョコレートチップのやつで。Hi, baby. Hi, baby. No, I just, 中間報告しようと思って。Okay.今、チャタンのとこにいるんだけど、すごかった。素晴らしかった。本当？うん。I literally ordered ice latte and the scone. And he said, okay. Okay, would you like heat it up? って言われたの。ちょ、すごくない？今度は、アメリカンビレッジの方のスタバに行ってくるから。頑張ってね。はい、ありがとう。じゃあね。アメリカンビレッジのど真ん中、そして目の前にゲートがあるスターバックスやってきましたが、ここのスタバは想像をはるかに超えてきました。 Hello. Can I get a sugar donut? Could you warm it up for me? Yes. And also, can I get a watermelon frappuccino? That's fine. Thank you.And I think it's good for today. No, that's all. Thank you. Today's buttermilk frappuccino is a sugar donut warmed up. Yes. Thank you so much. Thank you. Hi. That'll be $9 for you. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. You
you too. Yeah! 予想通り。ここら辺はほぼ No doubt ですね。普通にオーダーできる。ということで初めてウォーターメロンなんとかちゅうでオーダーしました。飲んでみたいと思います。ウォーターメロン。美味しいかって言われたらとてもウォーターメロン。今言ったところが一番最後に言えるぐらいの余裕があるっていうのがここが初めてでしたね。ミニマムだけじゃなくてちゃんと相手に粋な言葉をかけられるっていうのがここが初めてでした。 Above and beyond って感じですよね。ボケてませんでした、ずっと。申し訳ない。今から行くところもね、基地に近いので人が多いな、ここ。なんと前の人がアメリカ人ドライバーであります。 Hi, can I get Hello, can I get a green tea frappuccino? Okay, matcha cream frappuccino, okay? Yes. What size? A grande for me, please. Okay, grande size, matcha cream frappuccino. Yes. Okay. That's all. That's one drink? Yes. Okay, thank you. Please come in. Thank you. Hello. You too. グランデグリーンティーラってこんなでかかったでしたっけね。ちょっと意外でしたね、今回のパターンは。多分見た目があまりにも沖縄の人みたいに見えちゃうと英語喋ってくれないだろうなと思ってマスクしてるんですけど、それでもストローは紙だけどいいかって日本語で聞かれた時はどうしていいか分かんなかったですよね。ドリンクだけ集める人みたいになってますけどね。もう少し南下していきたいとは思います。ここからどん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 離れていくので、基地からは。 Hello, can I get a cookies and cream donut? And also just a drip coffee? Coffee? Yes, just a black coffee. Black coffee. Ice and hot? Ice for me, please. Yes, what size? Grande? That's all. Thank you.もうほぼコンクルードできると思う。沖縄のスタバは英語が通じるっていうのが、はい。ですがあと1個行こうかなって思ってるところがありまして、そこがもう少し南なんですよね。もうせっかくだからここまで行こうかな。7店舗目で思いもよらないことが起こります。最後のロケーションにやってきました。ここが一番眺めがいい。最近できたのかな。都心ではあるんですけど、多分あんまり外国人が来るところではないのかな。Hi, can I get a white mocha? Tall size for me, please. And also, can I get a cinnamon roll? Cinnamon roll? Cinnamon? Yes, cinnamon.No, raw. No, green. That's all. Hello? Yes. Okay. So I would like to have... What did I order? Was it white mocha? I think white mocha, tall size, and also cinnamon roll.Ice for me, please. That's all. Thank you. ああ、今回が初めてですね。と、私の言い方も悪かったかも。What did I order? White? Was it white mocha? 知れないが、オーダーが間違ってましたね。でも、R の発音が私が丸く間違ってたかもしれない。10分聞いて。Hi, baby.So I'm at the last location, and then I just want you to tell me my pronunciation is 間違ってるかな。 Yeah. Okay. So I said, can I get white mocha? Hi, can I get a white mocha? で、and also, can I get a cinnamon roll? And also, can I get a cinnamon roll?Is it my pronunciation of cinnamon roll hard to understand as a native English speaker? No, I understood what you said right away. Okay. Okay. So she gave me white mocha with cinnamon powder on it. Oh no. Okay, I'm about to pay, so love ya. Hi.ホールサイズのアイスのホワイトモカ、ご用意してますね。Yes, thank you. シナモンパウダーつけますね。
Understood. Thank you. Thank you so much. She was so confident that I made me question. Made me question my own order and own identity. I was like, yeah, I think I ordered that. って感じだった。最後にこちらが実際にアメリカのドライブスルーを利用した時のスタバスタッフの接客になります。なるみ？アメリカのスタバは店舗にもよりますが、コップに名前を書いてくれるので名前を聞かれることが多々あります。ご注文は何ですか？のデフォルテは What can I get for you?、Can I get one creamberry latte?、Mm-hmm. Half for me, please. ここでのポイントは OK でも通じますが Alright だったりとか、mm-hmm. Awesome を使うことによってより自然な会話になります、Do you guys still have pumpkin spice latte?、あったね、それ。 Okay, can I get a grande pumpkin spice latteOkay, that's it. Thank you so much. Okay, so just the grande caramel brulee and the grande pumpkin latte. Yes, correct. Thank you so much. All right, you're welcome. Have to be 11:80 window. Sure. 最後にお客様のオーダーを復唱して金額を提示してから終了です。リテールで働いている方はぜひ参考にしてみてください。Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact.